こんにちは。今回はこちらセリアで購入しているニューインジェルコットン、こちらの糸の2019番、こちらを使ってバッグ編んでいこうと思います。これが綿 100%、20g 約 49m 入っています。かぎ針が3号から4号です。入ったのを使っていきます。中心部分から芯を折って糸を取り出していきます。はい、こんな感じで今回はもう一玉出して2本1本のようにして編んでいこうと思います。今回8号で編んでいきます。で、糸をこういう風にかけて、ここでグッと締めて、で、ここから鎖編みを1、2、3、4、5、6、7個して進めていこうと思います。で、立ち上がりを1つして、で、裏返しにして、立ち上がりではなくて次のところ、ここから裏山を一つずつ拾っていきます。引き出して、この状態で次の目、ここを引き出して、同じように引き出していきます。4、5、6、7、一番最後のところまで、ちょっと入れにくいんですけど、針を入れて引き出します。で、全部 1,2,3,4,5,6,7,8 全部で8本かかっている状態で、左から1本ずつ、最初は1本で、あとは2本ずつ引き返していきます。2本、針に糸をかけて2本、針に糸をかけて2本、こんな感じで引き返して、これで最後の2本のところもこう編んだら、これで1段目っていう感じで何段か同じように編んでいきます。次編むときはここではなくて次のところ、ここを取って同じようにこうやって引き出していきます。最後のところ、ここまで引き出して、で、最初は計新たに糸をかけて1本だけ、あとは2本ずつ右側に針を持っていきます。最後の2本で、またこの繰り返しを編んでいきます。今2段セット編んでいます。で、3段目、こんな感じでこの繰り返しをずっと好みの長さまで編んでいきます。こんな感じでずっと編んできて、で、この縦の線を数えて何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。はい、こんな感じで長さを編んできて、で、結構ね、深めに編んでいこうかなと思ったんですけど、今回もね、いつもおすすめしているこちらのポーチ、このセリアで購入しているポーチを、この深さが大体合うところで決めていこうと思います。こんな感じで合わせてみて、この深さが合うなーっていうところが、数えていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45段編んできています。で、ここで一番最後はこういうふうに今まで通り編んで、引き抜きで左側に移動させていきます。針を入れて引き抜き、横に針を入れて引き抜き、これで止めていきます。最後まで同じように編んでいきます。引き抜きをして、引き抜きで、一番最後のここの目も同じように取って、引き抜きで、最後ブランとなってしまう、なってしまうので、鎖編み一つしてグッと締めて、で、10センチぐらい糸を残してカットします。で、スッと抜いて、この横幅をこう広げていきたいんですけど、同じ色で編んでいっても可愛いなと思ったんですけど、同じ種類のこちらのニューインジェルコットンのカラーナンバー10番を入れていこうと思います。こういったのを使っていきます。こちらも2本どりを用意します。はい、こんな感じでビーズでずっと編んできて、同じ段まで編んできました。で、一番最後の目を取って右に針を移動させたところなので、また同じようにこの足っていうか縦の線を拾って引き抜きで左側に移動させます。で、こんな感じ移動させてきたら、最後のところは、ここの同じ目に針
針を入れて引き抜きで移動をさせて鎖編みを一つしてグッと締めて、でここで10センチぐらい糸を残してカットして、でスッて抜いて、でまたベージュも使っていきたいので2本束ねておいておきます。で同じようにまたここからつなげていきます。いろんな色を入れても可愛いと思うんですけど、私はこの黄色、ベージュ、黄色で進めていきたいと思うので、また同じところを取っていきます。立ち上がり位置のところ、立ち上がり位置のところをすくって、置いてた黄色を取って、でまた黄色を取ったら10センチぐらい糸を残して押さえ直して、でここで糸を持ってきます。こんな感じで糸を持ってきたら鎖編みを今回 1,2,3,4,5,6,7 同じ幅でつけていきたいので7にして、で立ち上がりを1つして、であとは同じように今まで通り編んでいきます。裏山を取ってクイーン1つずつこんな感じで取って、同じようにスーターンでここでまた糸をカットして、次はベージュっていうことで横幅を広げていこうと思います。で、まあ、どういう風につなげていったか、どの色を入れていったかっていうところでお伝えして、そこからポーチに仕上げていきたいので、まあ、そこからご説明していこうと思います。はい、こんな感じでこの7の鎖編みでずっと同じようにつなげてきました。で、黄色ベージュ黄色ベージュ黄色で、まあ、黄色黄色で真ん中はベージュになるように仕上げていこうと思って、こういう感じに進めていきます。で、こうイメージ的にはこういう風な形で、ここは口になっていて、で、こことここをつないで、で、もうちょっとね、深さを出したいなと思うので、ここは細編みかなんか編んでいこうかなと思ってるんですけど、また色を変えていこうと思うんですよね、今のところは。で、ここをつなげたいんですけど、こちら側とちょっと違う感じになったので、まあ、こちらが、この、ビヨーンって出てしまうので、細編みを一段編んでいこうと思います。で、細編み編んでいくときに、ここをしっかりさせたいので、こちら側はね、結構しっかりしているんですけど、最初始めたところ、ちょっと弱い感じになるので、ここは、この根元を拾って、まあ、この穴があると思うんですけど、ここの穴のところに針を入れて、で、10センチぐらい糸を残して、ここで持ってきて、立ち上がりを一つしたら、こういう風に、同じところを取って、細編みをしていこうと思います。で、同じところをずっと取っていきます。ここに細編み。この、この幅を巻き込む形で細編みを編んでいきます。一つに対して一つずつ。最後まで同じように細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、一番最後、ここまで同じように細編みを入れます。細編みしたら、鎖編みを一つしてグッと締めて、で、ここで10センチぐらい糸を残してカットします。で、スッと抜いて、ここはね、ちょっとふわっと広がってるので、こちら側もそうなんですけど、ちょっとつなげようと思います。まあ、針をこういう風に入れて、まあ、後でね、糸始末をしますね。こうやって置いておきます。この出てきたところにまた戻りたいので、まあ、針ではしてもいいと思うんですけど、こうやって置きます。で、これは目じゃないので、ぐっと締めて、留めておきます。こちら側も同じように留めていきます。で、こういう風に留めたら、こちら側と、この口のところを、まあ、色を変えて、で、細編みしていこうと思います。で、同じ種類の色違い。こちらからナンバー14番を入れていきます。入ったのを使います。こちらも2本取りを用意します。はい、こんな感じで2本取りを用意したら、ここで、まあ、この頭を一つに対して一つずつ取っていこうと思います。ここに針を入れて、で、糸端はまた10センチぐらい残して押さえ直して、糸を持ってきて、立ち上がりを一つ。で、同じ目に針を入れて、細編みを一つに対して一つずつ編んでいきます。細編み。まあ、このね、半目を残した方が可愛いかもしれないんですけど、どうかな、ちょっと様子を見ながら決めていこうと思います。これでこの頭を全部すくって細編み細編み、こんな感じでこれが一つ目ということで、まあ、一つ目の細編みの頭にマーカーつけていきます。
で同じようにこの端のところまで細編みをしてきたら、ここの境目もどうしようかなっていう感じではあるんですけど、まあ、ここを飛ばすとね、結構どうかな、まあ、ここは目じゃないんですけど、まあどうしようかな、まあ、ここを取って細編みして、でこういうところは違うんで、次ここかな、ここで細編み、様子を見ながら決めていきますね。こんな感じで。で、この頭を拾って、まあ、いい感じなので、この頭を全部拾って、細編みをしていこうと思います。最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、一番最後の目も同じように細編みをします。そしたら、次の段から鎖編みを2つして、中長編み編んでいこうと思います。一番最後の細編みの頭。裏から通って、で編み地を返して、ここで3本1を引き抜いて中長編み。これが1つ目ということでマーカーをつけて、糸をかけて、前段の細編みの頭1つに対して中長編みを1つずつ編んでいきます。最後まで同じように編んでいきます。で、糸端はずっと巻き込んで編んできましたね。で、後で巻き込んで編んできたんですけど、ここでまた糸始末をするのに置いてます。これでずっと中長編みを最後まで編んでいきます、はい。こんな感じで最後の方まで中長編みを編んできて、で、このマーカーのところまで中長編みをします。糸をかけて、中長編み。そしたら、また鎖編みを2つして、糸をかけて、裏から針を入れて、で、編み地を返して、また中長編みを編んでいきます。で、これが1つ目。マーカーつけて、前段の中長編みの頭に1つずつ中長編みを同じように最後まで編んでいきます、はい。こんな感じでまた最後の方まで編んできて、一番最後、ここの目も同じように中長編みで終わります。で、中長編みで終わったらまた鎖編みを2つ、糸をかけて一番最後の目、裏から取って、で、ここで編み地を返して、また中長編み。もう一段編んでいこうと思います。で、これが一つ目。マーカーつけて、また前段の中長編みの頭に中長編みを最後まで編んでいきます。はい。こんな感じで最後の目まで中長編み編んできました。で、立ち上がりはせずに、このまま、この一番最後の中長編みの頭、裏から取って、で、編み地を返して、ここで糸を持ってきて引き抜き編みをしていきます。で、これを、また頭を取って引き抜き、頭を取って引き抜き、この中長編みの頭を取って引き抜きをして、最後まで同じように引き抜き編みで仕上げていきます。マーカー取っていきますね。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で、一番最後の目まで同じように引き抜きをして、最後は鎖編みを1つしてぐっと締めて、で、10センチぐらい糸を残してカットします。で、セット抜いて、で、反対側も全く同じように最初細編みをして、中長編みを1、2、3、3段編んでいきます。で、表出来上がりから始めたので、反対側も表出来上がりを見て始めていきます。最初の頭、ここを取って、で、同じように10センチぐらい糸を残して押さえ直して、立ち上がりを1つ、同じ目から細編みを1つに対して1つずつ編んでいきます。それでずっと編んできて、往復編みで3段中長編みをして、で、最後引き抜き編みでして、まあ、引き抜き編みは表出来上がりを見てしていったので、同じようになっているか確認しながら進めていきます。こんな感じで反対側も同じようにして、こういう風にポーチを入れてみたらちょうどいい感じなので、これで進めていきます。で、外表にして、で、この茶色でつなげていこうと思います。まあ、糸という糸は全部中に入れて、まあ、これもね、後で糸始末をしていきます。で、向こう側から取って、まあ、取れるとこって感じなんですけど、まあ、場所をある程度決めて取ったら、ここで10センチぐらい糸を残して、押さえ直して、で、糸を持ってきて引き抜きます。で、右手でこの糸端を持っておくと見やすいです。で、この最初のところ、手前の同じようなところを取って、で、糸を持ってきて引き抜きます。で、2目目すると、ある程度止まってくるので、あとはこう外して、
で、また向こうを取って、手前取ってっていう感じで、繰り返し同じように編んでいきます。で、この中長編みの足、ここを向こうを取って、で、糸を持ってきて引き抜きます。で、向こうの中長編みの足を取ったら、次は手前の中長編みの足、ここのところで引き抜き。で、向こうの中長編みの足と足の間に、この大きく穴があると思うので、ここで引き抜き。で、こちら側も同じところを取って引き抜き。で、向こう側のこの中長編みのところ、足をすくって、引き抜きをして、どういう止め方でもいいんですけどね。今回はこういう風にしていきます。引き抜き。で、あとは細編みの足も拾っておこうと思います。なので反対側も全く同じようにしていきますね。これで、向こうの細編みの足、取れるところを取って、糸を持ってきて引き抜きます。引き抜き。で、手前の足、ここをすくって引き抜き。あとは細編みのところはいつものように、細編みの頭、ここを拾って、一つずつ引き抜きを最後の方まで同じようにしていきます。手前の一つ目、引き抜き、向こうのこの頭を拾って引き抜き、手前を拾って引き抜き、同じようにこの最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで編んできて、一目だけ最後残した状態で終わっています。で、ここで一つ鎖編みをしてグッと締めて、で、10センチぐらい糸を残してカット。で、スッと抜いて、で、また反対側も同じように仕上げていきたいので、2本束ねておいておきます。で、針に糸を通したら、この内側で、この糸端を持っていって、糸始末をしていきます。針を入れて、この裏側に持っていって、で、できるだけこの同じ色のところに糸始末をしていきます。で、反対側も同じように、この上から下にずっと進んでいって、同じようにつなげて、最後1目を残したところまでつなげていきます。で、糸始末も全部して仕上げていきます。はい、こんな感じで糸始末を全部して、反対側も同じようにして仕上げてきました。で、いつもの紐をつけて完成させていこうと思います。で、まあ、焦げ茶色で進めていきます。で、8号で、で、ちょっと長めに糸を出して、で、ここでかけて、鎖編みをしていきます。グッと締めてから、鎖編みを一つしたこの裏山に目を入れていきたいので、立ち上がりを一つ。で、裏山、ここを手前から向こうに針を入れて、糸を持ってきて細編み。で、細編みしたら、この立ち上がり一つの半目だけすくって、で、糸を持ってきて細編み。ここから1って数えて、1、2、3、4。こんな感じで上から下に取って、このすぐのところの糸をこういう風に上から取って、こんな感じで数えて何目編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで300目編んできました。で、ここで今まで通り、上から下に針を入れて、で、糸を持ってきて、引き抜きで終わります。で、鎖編みを一つしてぐっと締めて、で、10センチよりちょっと長めにカットして、で、スッと抜いて、ぐっと締めて、で、いつものようにつなげていこうと思います。まあ、外から中に入れて、で、紐をこんな感じでつなげていこうと思うんですよね。で、これで、まあどこからでもいいんですけど、まあ入ると思うんで、まあ大きく開いてる穴のところを見つけて、で、外から中に、こんな感じで繋げていこうと思います。で、ここはねじれないようにして、このポチポチしてるところはポチポチしてるところへ止めます。まあ、一応ね、ここは決めて、こちら側もちょっと決めようと思います。で、ちょっとね、この表の入ったところに入れてるので、こちら側は向こう側の面の入ったところに入れようと思います。これで大体なんですけど、ねじれないようにして、
大体こういうふうに持ってきて、で、ここで、ここにしようかなっていう感じで、針に糸を通して、で、こういうふうに通しておきます。で、大体でこうやって留めてもいいし、この長さをいつものように測って同じ長さ、ここで留めてもいいですよね。まあ、とりあえずこっちを留めていきます。針に糸を通したら、まあ、一応またねじれないように見て、ここで1センチの幅ぐらいで、こちらの紐をとつけていこうと思います。まあ、どんな形でもいいんですけど、まあ、こういう風に。ぐっと締めて、で、同じところをもう一回通っておこうと思います。で、反対側のところ、こういう風に通って、で、また同じように止めて、この間をね、ブスブスさせていってもいいかなと思うんですけど、まあ、今回はこの外側をかがっていこうと思います。まあ、2回ぐらい通して、で、反対の方も同じようにかがろうと思います。これで4点で今回留めて、で、この内側でこの下側に糸端が行くようにして、ちょっと返しをして留めておこうと思います。こんな感じで留めて、で、糸をギリギリでカットして、で、こういう風に決まったら、反対側、またこう、ねじれないようにして、もう一回確認します。それで、またちょっとねじれてるなって思ったら、こういう風に、正して、で、ここで、まあ大体で同じぐらいの長さかなっていうところで留めていこうと思います。で、こちら側も同じように留めて完成させていきます。こんな感じでもう片方も同じようにして、糸始末もして完成させてきました。で、サイズを測っていきます。で、一応、裏をお見せすると、こんな感じになっています。こちらも可愛いですよね。まあ展開してサイズを測っていきます。はい。ちなみに、ポーチを入れるとこんな感じになっています。ぴったりポーチのサイズに作れました。で、サイズを測っていくと、中心部分で深さがペタンとした状態でだいたい20センチぐらい。横幅、ペタンとした状態で測っていくと、だいたい 27.5。27センチ。で、上のところでだいたい 26.5 センチぐらいになっています。で、持ち手。測っていきます。ここの上から測っていきます。それで大体測ると90センチぐらい。で、持ち手っていうか紐の幅が1センチぐらいになっています。で、糸は黄色が、3玉ぐらい使って、で、このベージュが2玉使いました。で、この茶色が3玉ぐらい使いました。そういうところでも何か参考にしてみてください。まあ、色の入れ方によってもだいぶ雰囲気が変わると思うので、今回はこの2色でしましまにして、まあ、ストライプ柄にして、で、茶色で締めたんですけど、まあ、いろんな感じで、まあ、色の好みによって変えて編んでみてください。まあ、全部同じ色でも可愛いと思うし、好みによって変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。